もう5年か。私がこの公園で歌っていたのは12歳の頃だ。12歳にして私の歌はプロの水準を凌駕していた。あどけない少女による圧倒的な歌唱、人々の耳目を引きつけるには十分だった。数週間で公園はギャラリーで埋め尽くされ、投げ銭用のペンキ缶もコインで埋め尽くされた。だが私が歌っていた理由は小遣い稼ぎではない。私がここで歌った理由、待っていたのだ、ある人を。歌がその人に届く、その時を。3歳で絶対音感を身につけ、5歳でオペラを歌った。7歳で作曲を開始し、そして9歳で母が死んだ。母を失った父は私の英才教育にさらにのめり込んだ。しかしわずか2年で私に見切りをつけ捨てた。それからは父の元を離れ、祖父母に育てられた。祖父母は私に歌わせようとはしなかった。むしろ歌から遠ざけるようにした。しかし私は歌をやめようとはしなかった。これまでより厳しいトレーニングを自らに課した。父が出て行ってしまったのは私の歌が未熟だから。母と同じように歌えるようになれば父は戻ってきてくれる。私がそう考えているのだろうと祖父母は思っていたらしい。私は独学で公園で歌って人を集めるようになった。もちろん父に届けたかったからではない。私が待っていた人が来たのは1年半後だった。何か用？声じゃなくて？勘違いしないで。スカウトならあなたで100人目。私が逸材だとか原石だとか、つまらないスカウトは聞き飽きてるの。選ぶのは私。いいわ、合格。世界一の歌姫の横を歩かせてあげる。私は私の意志で世界一の歌姫になる。私を諦めた父も、顔もおぼろげな母もどうでもいい。こうして私は私が世界一になるために必要な最初の人材をついに見つけたのだ。